試合後にこう所さんといろいろと言葉を交わされてたと思うんですけども、どんな内容の話をされていたんでしょうか。はい、まあ、君はもう本当すごい強くてこれから上に行くんだから、なんだろう、そのヒール的な発言、なんかその親父狩りとかも本当に会った人が本当に辛い思いして、うん、そういう人たちもいるわけだから、そんな簡単に言っちゃダメだよみたいな、これだけは約束してくれって、はい、言われました。はい、じゃあその約束は今後守っていくと。そうですね、僕ちょっとヒール卒業します。はい、もう真面目に生きようと思うんで。そうですね、今回の所さんとの試合で本当に学びました。所さんみたいに応援されるにはやっぱ、うん、ヒールとかはダメだったですね。僕センスないしヒールの。今思えばダメだったな、真面目にいきます。